裁判長。ここは、懲役四年でどうすかは、北をとろによる日本のエッセイ作品である。またはそれを原作とした、日本の漫画、ドラマ、映画である。本項目では、裁判長。これで、執行猶予は、甘くないすかについても合わせて記述する。殺人、強盗、覚醒剤など、法廷内では、様々な人間模様が繰り広げられる。実際に著者が、 東京地裁で傍聴した裁判の中から印象深かったものをピックアップしたエッセイが鉄人社の雑誌裏物ジャパンで連載された。それらをまとめた単行本が2003年に書籍化された。2007年には続編となる裁判長。これで執行猶予は甘くないすかが出版された。エッセイを原作とした漫画が松場世タスクの作画により、 新潮社の漫画雑誌、週刊コミックバンチで2007年40号より2010年35号まで連載された。2010年10月に創刊された月刊コミックゼノンにその場を移し、裁判長。ここは、懲役4年でどうすか僕に死刑と言えるのかのタイトルで、引き続き連載をしている。また、作画を担当している松橋の実定が2009年9月2日に、 児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で逮捕されたことにより、その裁判の模様が2011年3月号から7月号に渡り、特別編として裁判長、僕の弟懲役4年でどうすかと命打って描かれた。なお、判決が出た後の弟と松橋家の様子は、同タイトルの単行本にエピローグ、その後の弟として描き下ろされている。 2009年10月から12月まで、向井治主演で、テレビドラマ化された。2010年、バナナマンの設楽光主演で映画化され、同年11月6日より公開された。2012年1月、塩谷窓か主演で舞台化され、上演された。以下の登場人物は、漫画のもの傍聴マニア09、裁判長。ここは、懲役4年でどうすかは、 2009年10月23日より12月25日まで毎週木曜日23時58分翌0時38分に読売テレビ制作日本テレビ系列の木曜ナイトドラマ枠で放送された。向井治は本作が連続ドラマ初主演となる。今作では1話完結形式に戻り話数はコートと表記される。キャッチコピーは裁判長僕たち ここまで夢中になっていいっすかなお、原作の漫画とは、登場人物の名前や設定が一部異なるほか、舞をかさゆみ、川崎鉄平に相当する役は登場しない。2010年3月19日に DVD ボックスが発売された。傍聴マニア、東京地方検察庁、県事東京地方裁判所、裁判官弁護士純喫茶。 お知らせゲスト公式サイトで配信されているスピンオフドラマ。星川を主人公としているが、北、には山野は登場しない。荒じ住居不法侵入の被告人、長崎を追求する星川だが、あることがきっかけで、長崎に嘘つき呼ばわりされてしまう。星川はこの窮地をどう乗り切るのか。キャストスタッフ、裁判長。ここは、懲役4年でどうすかは。 2010年11月6日に公開された日本映画。漫画を原作としたテレビドラマ版とは異なり、エッセイを原作としている。設楽光は本作が映画初主演となる。相方の日村祐希も映画に出演するほか、スピンオフドラマ、裁判長、トイレ行ってきていいすかで初主演する。キャッチコピーは、傍聴、無料、立ち見、不可。 402号法廷529号法廷302法廷529号法廷66号法廷529号法廷402号法廷302号法廷簡易裁判所302号法廷5法廷533号法廷637号法廷高等裁判所裁判所の気になる人物多持つの仲間たち裁判長ここは 超駅4年でどうすかザ・ステージのタイトルで2012年1月25日から29日まで全労祭ホールスペースゼロで上演された。2012年4月25日に DVD が発売される予定だったが発送直前に製品の不備が見つかり発売延期となった。2012年8月13日に発売中止がオフィシャルブログにて発表された。この記事は 以下のカテゴリーでも参照できます。裁判長。ここは、懲役4年でどうすか僕に死刑と言えるのかに関する、カテゴリー、裁判長。僕の弟懲役4年でどうすかに関するカテゴリー、傍聴マニア0級、裁判長。ここは、懲役4年でどうすかに関するカテゴリー、検察官、星川リサ子最大の危機に関するカテゴリー。ありがとうございます。